どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はパリシャルル・ド・ゴール空港に来ております。ユナイテッド航空のエクスカーショニストパークを使ってゼロマイルでここパリからブリュッセルを経由してイギリス・ロンドンに行くところでですね、チェックインを済ませ、ラウンジでね食事を取ったところで動画ね一回区切らせていただきましたので、その続きからですねぜひ楽しんでいただければなと思います。それでは本編の方をどうぞ。ということで、まもなくね搭乗時刻になりますのでラウンジ出てまいりました。いやね、ラウンジあってよかったです。で、確認したらね、あれでしたね、プライオリティパスのラウンジね、私がターミナル見間違えたみたいで、この 2D っていうターミナルにはまあそこのねラウンジが利用することができるっていう感じです。ということなんで、ゲートねもうすぐそこなんで、ここら辺にね座って待ちたいなと思います。後ろにねピアノが置いてありますね。はい、ということで私はね D68 というゲートで搭乗しますんで、これちょっとゆっくり待ちたいと思います。そう、座席をね変更してもらうの忘れてました。やっちゃった。ちょっとねどうしようかな、乗り継ぎでもしデスクがあったらちょっと聞いてみましょうかね。一応スターランスゴールド持ってるから無料でさせてくれると思うんですけど、有料って言われたら諦めましょう。まあ機内でねチェンジする分には多分大丈夫だと思うんですけど、いやーせっかくねチェックインカウンターでやったのに忘れてましたね。完全にやってしまいました。ということでもうしばらく待ちたいと思います。飛行機はちょっと窓の方行ってみましょうか。飛行機は見えないっていうか、あ、止まってないっていうか、まだ飛行機来てないですね。はい、ということで左側にあれは ITA アウェイズかな、ちょっと全身が見たかったですね。はい、そしていつか乗りたいですね。いや、まだ飛行機到着してないですね。あと7分で搭乗時間ないので絶対無理ですね。さすがに無理ですね。あと7分後に搭乗時刻ですからね。うん、ディレイ確定ですね。ということでここら辺で待ってみましょう。ここにもね椅子があるんで、ここに座って待ってましょうかね。はい、ということで待ちましょう。時刻はね9時48分ということで、めちゃくちゃディレイしてますね。やっとね搭乗開始したっぽいので、行きたいと思います。スターアライアンスゴールドのアナウンスがあったらそっち行きたいんですけど、なんかいまいちよくわかんないですね。まあ、ひとまずここで待っておきましょう。めちゃくちゃ並んでます。はい、ということでしばらく待ちましょう。いやでもね無事飛んでくれるみたいなんでよかったです。まあ一応ね5時間のトランジットがあるんで、まあ5時間あればね今のところは大丈夫だと思います。無事飛んでくれることを祈って。飛行機がねなんかこっからね飛行機見えないんで、置き止めかもしくは反対側みたいな感じになってるんですかね、ちょっと分かんないですけど、飛行機はねこっから確認できないですね。ハロー、マッシュ、can I just see your backpack please? Oh yes. If there is a sticker on it. This is?私のスーツケースもありましたね。無事なくさずにヒースローまで行っていただけるといいんですが、非常に心配ですね。どうでしょうか。今やっと機内に入れるようになったみたいですね。隣にはエーゲ航空の飛行機が止まってますね。エーゲ航空も一度乗ってみたいですね。確か日本就航してなかったんだろう、ちょっと覚えてないですけども、昔はねエーゲ航空もねスイートスポットみたいな感じで、必要マイル数がすごいね少ないところがあったんですけど、今はねもう塞がれてしまったみたいですね。いやー乗るのにもかなり時間がかかっております。それでは無事ね搭乗できました。レシートポケットはメニュー、はい、一応国際線だからなんですよね。はい、ということで今回ねエアバス319-100、エアバス320、確かエアバス320って書いてあった気がしますね。はい、あとはエチケット袋で USB 等々はないですね。国際線ですけどもモニターもないです。でシートピッチはこんな感じですね。まあそんなに狭くないですね、むしろ結構広いまであるかもしれない。まあ、これだったらゆったり、まあ、1時間ぐらいのフライトなんでね、はい、
全然問題ないですけども、はい、こんな感じですかね。待ってる間にね、無事変えていただけました。窓側の座席で、ゲットということでありがたいですね。隣には LOT ロポーランド航空の飛行機が止まってますね。はい、あれもね、近々乗りたいと思っております。乗れるからちょっとね、タイミング合えばっていう感じなんですよね。乗れるといいですね。ということで、まだね、搭乗したばっかりで、私ね、優先搭乗させてもらったんで、もうしばらく待ちたいと思います。座席は33、私は10F という座席ですね。はい、こんな感じになっております。事前で見た時はね、結構まだ空席があったんで、そこまでパンパンじゃないと思うんですけども、どうなんでしょうね、ディレイ等々でもしかしたら座席埋まるとかあるのかちょっとわかんないですね。ということで、もうしばらくね、あ、もうドア閉まったんですね。もう閉まった、閉まったっぽいですね。はい、ということで、飛行機動くまでもうしばらく待ちたいと思います。Put your seat upright, lower your armrests, fold away your table and open all window blinds. Fasten your seatbelt low and tight around your waist. させていただいておりますけども、ブリュッセル航空は、スターアライアンスに加盟しております。まあ、今回ね、スターアライアンスに加盟しているので、ユナイテッド航空のね、マイルのエクスカーショニストパークを今回使ってるんですけども、このね、ブリュッセル航空の飛行機が、ゼロマイルでね、抑えることができました。まあ、今回ね、乗り継ぎ便ということで、今回パリからブリュッセルまで行って、ブリュッセルからロンドンまでね、行くという形で、両方ともゼロマイルで発券しております。いや、非常にいいですね。ゼロマイルですからね、昨日も言ったと思いますけど、なんでこの制度あるのかよくわかんないですよね、という感じですかね。まあ、今回ね、スターアライアンスということで、スターアライアンスゴールドのラウンジはね、ありませんでしたけども、まあ、プライオリティパスのね、ラウンジでありましたんで、これは本当にプライオリティパスで持っといてよかったですね、っていう感じですかね。はい、ということで、ブリュッセルでね、乗り継ぎ5時間ありますけども、1時間ぐらいディレイしてるんで、まあ、4時間ぐらいのね、トランジットでロンドンの方にね、向かいたいと思います。でですね、今回ね、ロンドンに向かうわけなんですけども、まあ、ロンドンはね、滞在するっていうよりかは、まあ、どっちかというとね、まあ、乗り継ぎみたいな、まあ、そんなイメージで思っておいていただければなと思います。滞在するのもね、1日っていう風になりますんで、まあ、滞在して何かするっていうよりかは、まあ、ちょっとロンドンね、乗り継ぎで寄ったみたいなね、そんな感じと思っていただければなと思います。ということで、多分あと40分ぐらいだと思うんですけども、もうね、先ほど離陸前までね、10分ぐらいね、あのゲートで止まってましたので、まあ、その間普通に寝てましたね。
まあでも無事飛んでくれたんで良かったです。ということであと40分間ぐらいで、フライトを楽しみたいと思います。ということでこの冊子がねこのシートポケットに入っておりまして食べ物とかも注文できるみたいですね。このお水とサンドイッチみたいなので8ユーロ、あとこれはマフィンとコーヒーで5ユーロ、まあお値段としてはね結構高めですけども、まあ、こういうのはね注文することができると、あとはまあお酒とかね1ユーロ安くなってるらしいですけど元の値段が分かんないですね。これ1ユーロなのかな、あこれはスナック菓子ですかね、はい、であとお酒ウイスキー、まあ、そういうのを頼みますっていう感じですね。あそれ以外にもめちゃめちゃあるんですね、はい、ホットミールとかもあります。このなんかチーズのこれは何だろう、パスタって書いてありますけど、こういうのも7ユーロ、こういうチーズのサンドイッチも、ね、6ユーロで注文することができます。あとスナックとかもありますね、はい、M&M とか 2.5 ユーロであります。こういうの買えるのいいですね。プリングルス 2.5 ユーロありますね。そんなところですかね。あ、ビールもね、4ユーロ。ビールとかもありますね。そういえばフランスってビールあんまり有名じゃないのかな。やっぱりワインなんですかね。全然フランスでビール、ハイネケンしかどこも置いてなかったですね。なんでだろう。まあワインですよね、でもフランスといえば。まあ、ブリュッセル航空は、ベルギーなんでまた別ですけど、あとソフトドリンクもコーラ、ファンタ、オレンジ、その他全て3ユーロですね。結構値段しますっていう感じですかね。多分1時間のフライトなんでね、特にドリンクサービスとかは多分ビジネスクラスで一応ね前方5列ぐらいはねビジネスなんですよ。ビジネスっていう札がね書いてある見えるかこれですね、はい、これねビジネスっていう札なんですよ。ちょっと男性の頭で隠れてますけどこの真ん中のやつですね。ですのでビジネスクラスだけねそういったサービスがねあるみたいですね。多分そうだと思います。先ほど飲み物なんか聞いてました。あとこういう25ユーロでなんて言いますか、プラモデルみたいな、モデルプレーン、名前が出てこなくて、こういうのも売ってるみたいですね。これでも可愛くていいですね、っていう感じですかね。まあ基本的にはなしで、注文するのはお金かかるみたいな感じですね。まあ、ブリュッセル航空もね、フランクキャリアの、ね、航空会社だと思いますので、長距離路線の国際線とか乗りたいですね。どんな感じなんだろう。ビジネスクラスとかどんな感じで運用されてるのかちょっとね全然そこまでは知らないんですけど、ね、ちょっと乗ってみたいですね、はい、ということであともう多分30分ないと思いますので、もうちょっとでねブリュッセルに到着となります。ということでやっぱりねめちゃくちゃ短いですね。もうね着陸態勢に入りました。ということでもうしばらくしたらですね、ブリュッセル空港に到着となります。
guys. Thank you. Thank you. では到着しました。ラウンジあるんですかね。乗り継いでいきたいと思います。ではね、制限エリアの方に来たんですけども、こんな感じになってます。真ん中にね、動く歩道みたいなのがあって、左右にゲートがある感じですね。で、免税店とかね、自販とかそういうものもね、かなりたくさんありますね。こんな感じで自販もあります。あ、ここか。 A50 書いてあるかな。お兄さんの話だと A50 だよって話でしたけど、何にも書いてない。ちょっと伝言掲示板見に行きましょうかね。反対側にね、コンビニみたいなのと、ここに車がありますね。ちょっとなんていう車かは、どこのあれかわかんないですけども、めちゃくちゃかっこいいですね。はい、あ、カーオブイジャー2022受賞したみたいですね。はい、ということでちょっとフライト確認して、ちょっとラウンジもね、探したいと思います。ということで、私ちょっとね、チェックしたらね、とりあえず私のね、フライトは、ターミナル B ということで、ターミナル移動したいと思います。今ね、ターミナル A にいて、ターミナル B からということで行きたいと思います。どうやってターミナル移動するかはちょっとよく分かんないですね。今あの矢印の方向に進んで歩いているっていう感じですね。いや、非常に甘い匂いがしてます。ここは食べ物屋さんとかいろいろ入ってるみたいですね。はい、非常に大きいですね、この空港も。飲食店、ダンキンドーナツとかもありますね。あと真ん中にはバーみたいなのもあります。で、ダンキンドーナツ、カフェ、ドーナツ、あとコンビニみたいなお店もありますね。これは特に何人も乗ったりしないのかな。歩いて移動するだけかもしれないですね。特になんかね、バスの絵とか電車の絵とか何にも描いてないんで。あー、すごい、お洋服屋さんとかすごい、めちゃめちゃありますね。免税店とか非常にたくさんのお店があります。あ、ここの上みたいですね。はい、ターミナル B コネクティング、なんか乗るのかな。あー、でももう目の前に飛行機止まってるんで、あれかもしれないですね。歩いていくだけかもしれないですね。安心。どうやらね、ターミナル A からターミナル B に移動するんですけど、この B の入り口にね、また出国審査みたいなのがね、あるみたいなんですよね。ですので今ね、めっちゃ列に並んでおります。軽くざっと50人ぐらい並んでると思うんで、まあちょっとここで1時間くらい食らいそうですね。出国審査みたいな感じなんですかね。私は入国してないからただの乗り換えなんですけど、何度もお姉さんに聞いてもオールパスポートに行けって言われたんで、もうしょうがないですね。はい、ちょっとここで待ちたいと思います。ということで、ずっと並んで、ただいま12時50分まもなく1時間ぐらいですかね、経つところです。いやね、こう予想してきてない人たちがね、もう後ろから頼むから前入れてくれみたいなね、感じでやってますね。しょうがないですよね。ゲート、出国審査を超えてから多分1時間以上多分かかってると思うんで、これはちょっとね、多分これも今言われてるね、人手不足の関係だと思うんですけども、いや、めちゃくちゃ大変ですね。また出国審査はまたしょうがないですよね。前の2人の方はもう今12時50分ですけど、1時10分のフライト、1時のフライトって言ってましたね。もうここ抜けたらウルトラダッシュじゃないですかね。ということで無事終わりました。やっぱりハンコ押されましたね。ちょっとこれはよくわかんないですけども、まあ、ひとまずね、ターミナル B の方に来れたんでよかったです。ちょっとよくわかんないな。もしかしたらこっち側からターミナル A 行けたんじゃないですか。上にターミナル A って書いてある。ちょっとよくわかんないな。もしかして私やってしまっただけですかね。ちょっとわかんない。ということで、ターミナル B 向かいましょう。
ということで、ターミナル B 到着いたしました。まだねゲートが B としか決まってないみたいなんで、ここにねラウンジがありますんで行っちゃいましょうか。はい、ということでここはブリュッセル航空のラウンジみたいですね。上にあるみたいです。階段はないな。まあいいか、エレベーターで行きましょう。ということで、こんな感じでラウンジって書いてあるんですね。はい、ということで、スタイアランスゴールドで多分入れると思うんで、ちょっと行ってみたいと思います。もしかしたら断られるとかあるのかな、ちょっと聞いてみます。はい、ということで到着しました。見えてるかな、大丈夫そうですね。カタール航空、タイ航空、ユナイテッド、あ、もうほとんどのラウンジがここに集結してる感じですかね。はい、わあ、もう本当に見たことないのもばっかりたくさん出てきましたね。はい、ということでプライオリティパスとかでも入れるのかな、ちょっと後で調べてみますね。これ何の文字なのかも全然わかんない。ということで ANA もねさっき出てきたんで、 ANA とかもこうし多分 CAT ラウンジだと思います。5時から10時までやってるそうですね。あと3時間ぐらいねありますんで、ここでゆっくりしたいと思います。反対か、こちらですね、ハム、生ハムですかね、これはチーズ、あとサラダ、あとこれは何だろうちょっとこれは分かんないですね。バニラプリンらしいですこれね。はい、あと果物とお菓子、グミとかありますね、マシュマロと。これはホットミールが、あ、野菜ある、いいですね。あとお米と、あ、これ上に書いてあるけど読めないですね。これはシチューみたいなやつですかね。いや、めちゃくちゃ美味しそう。あとチキンの豆料理みたいな、ちょっとカレーっぽい匂いがします。これがチキンじゃない、トマトのスープみたいなね。でここら辺にドーナツがありますね。あとこういうの何ですかね、これは、ごまって書いてある。あとパンですね。あとこちらにコーラ、ファンタレモンがありますね。あとお酒も、お、すごい、シャンパンとかもありますね、すごい。あとスプライト、ビール、これはトマトジュースかな、違うのかな、違いますね、ちょっと何か分かんないです。多分下はビールですかね。あとコーヒーマシンと、あとケーキとかもあります。あとはこっちにウイスキーとかワインとかで、スナック、レモン、あとすごい生ビールも飲めるんですね、すごい。せっかくなんでいただきましょうか。こんな感じですかね。はい、ということで無事ラウンジ入ってきました。ちょっとね、今までちょっとラウンジの情報をねちゃんと出してなかったんで、ちゃんと出していきましょう。今回のラウンジはこちらですね。ちょっと画像をこれに出しておきますけども、はい、ここはね、ブリュッセル空港のターミナル B にあるダイヤモンドラウンジですね。こちらプライオリティパスで入りました。残念ながらですね、このラウンジは、スタイアランスゴールドラウンジはね今ねクローズしてるみたいで、使えないと。で本当はねターミナル A にあるらしいですけども、今ねクローズということで使えなくなっております。代替みたいなのはね今のところ言ってなかったので、多分ねないんだと思います。で ANA のねスタイアランスのゴールドカード見せて、スタイアランスゴールドのカード見せてもねダメだって言われて、でその後にねプライオリティパスの看板が見えたんで、プライオリティパスだったら入れますかって聞いたら入れるっていう感じでしたね。はい、でここは Wi-Fi、 アルコール、シャワーがあると、でソフトドリンク、テレビがあるという感じですね。で最大3時間までということで利用することができます。はい、でこのラウンジねめちゃくちゃいいですね。はい、ビールとかの種類も多いですし、シャンパンとかも置いてあるし、食事のメニューも非常に多いですし、でラウンジもめちゃくちゃ広いんですごくいいです。はい、今ちょっとね全然人いらっしゃらないんで、ちょっと失礼して、こんな感じになってます。こんな感じで、で外にね飛行機とかもね眺められるような感じになってるんで、非常に居心地がいいですね。でここねシャワーがあるそうなんで、
食事ねいただきたいんですけども、はい、その前にちょっとシャワーね浴びたいと思います。いやね今日朝から動いてねかなり汗をかいたんでこうやってちょっとシャワー浴びておきたいですね。いやー着替えを持ってくればよかった。スーツケースに入れちゃってますね。ちょっと気持ちが悪いですけども、まあ、ひとまずシャワー浴びるだけいいと思いましょう。ということでこのビールの種類がすごいたくさんあってちょっとね 何のビールかわかんないんですけどこちらですね。いただきます。生ビールでついだんですけどいいですね。ちょっとグラスあの入れ方みたいなのが書いてあって、まあ、それ通りにやったんですけどめちゃくちゃ量多いですねよく考えたらいただきます。ちょっと苦みがあって、はあ、美味しいですね、うん、まあここまで来ればねあとはもう飛行機乗るだけなんでいいですね。あと3時間ぐらいですかね丸々利用できると思いますんでゆっくりしてとりあえずシャワーね行きたいと思います。ということでシャワールーム入ってきました。こんな感じになっております。入ったところにね鏡がありまして、こちらにね、アメニティがセットされております。ありがたいヒゲ剃りがある。ヒゲ剃りたかったんです。あとこちらにシャンプーリンスでヒゲ剃りタオルっていう感じですね。でキーはねあの受付でボーディングパスとあの引き換えでいただけます。でここにこれはハンドソープかな、はい、でこちらにトイレットペーパーでこのカバンすいません置いてますけどここにトイレがある感じですね、はい、すっきりしてますけどいいですね。でここにドライヤーがあります。でシャワーブースです。あシャワーブース結構広いですね、はい、可動式と固定式、まあ、両方利用できるという感じですね、はい、こういった形になります。いや非常にいいですね。すっきりしてますけども非常に綺麗で気持ちがいいですね。であの今ね並んでたんですけど1時間ぐらいあのこの制限エリアに来るためそこはねちょっと暑くていやねシャワー浴びれるの本当にありがたいですね。はいということで入っていきたいと思います。ということでラウンジに戻ってまいりました、はい、トマトジュースと、はい、あとハムとサラダとチキンといろいろ取ってきました。いや非常に美味しそうですね。ちょっとどんな味わいなのか全然わかんないんでちょっとずつ取ったつもりなんですけども結構な量取っちゃいましたね。ということでいただきましょう。いやこのラウンジ本当にいいな。ダイヤモンドラウンジっていう名前にふさわしいぐらいねいいですね、はい、ということでまずこのちょっと映ってないと思うんですけどこちらねあのトマトスープみたいなのありましたよね。トマトベースのなんか豆っぽいスープいただきます、うん、あめちゃくちゃ美味しいですね。あ美味しい、うん、染みますわ、はい、ブロッコリーじゃなくてカリフラワーですね。ちょっと野菜がねたくさん取れそうなんでここで野菜をたくさん食べておきたいと思います。これはねちょっと鶏肉の、カレーっぽい匂いがしたお味です。ちょっとアジアっぽい感じのお味ですね、うん、でも美味しいです。あとこの野菜のまあ何だろうなんて言えばいいの野菜の刻んだやつ、あ美味しい。いやいいですね、うん、いやプライオリティパスで入れるラウンジでここまで充実してるのはなかなかじゃないですかね。まあ、おそらくここ航空会社の、ね、名前も書いてあったんでビジネスクラスラウンジみたいなそんな定義なんでしょうね。でもプライオリティパスで入れるということでいや非常にいいですね、はい、チーズも入ってました、うん、美味しいです。ということで今ね1時45分でフライトは4時20分なので多分あの4時ぐらいかな搭乗タイム時間がちょっとうろ覚えですけども、まあ、とりあえずねあと2時間ぐらいはねまあ、フリーということでしばらくねここでちょっとねここはね電源取れる席じゃないんで電源取れるところでねちょっと仕事しつつゆっくりしたいなと思います。いやこのラウンジ本当にダイヤモンドラウンジ最高ですね。ということでゆっくりしたいと思います。ということで今ね食事を終えて今からね仕事しようかなっていうところだったんですけども
ずっとね遠くの方で日本語がずっと聞こえてまして、あの出国審査が一体何の町だったのかちょっとすっごい気になっててちょっとねあの理由をねお聞きしました。あ、普段はねこんなことはないそうなんですよね。ですけども、まあ、今回はねあのめちゃめちゃ混んでたということで、特にね理由はっていう話で、まあ今はねバカンスシーズンだからっていうね、まあ、そんな理由ではないかっていうね話でした。いやねありがたいですね。おそらくここにねあの住まわれてる方なんでないかなというふうに思うんですけども、ちょっとね日本語が聞こえてくるとねやっぱりちょっと嬉しくなっちゃいますよね。はい、ちょっとねあの気になるのはね優先して声をかけてしまいましたで申し訳ないですね。はい、ということでまだね1時間半ぐらいありますんで、電源取れるところでね仕事したいと思います。ということでラウンジから出てまいりました。あとね30分ぐらいあるんですけど、ちょっとね早めに、広いんでねまだゲートもね確認できてないんで早めに出てきました。ということで私は SN2095B15、はい、確認できました。今ね、ここで確認しておりましたけど、まあ、ちょっとちっちゃくて見えないかな。はい、ロンドン行きですね。16時50分発 B15 番ゲートということで、ちょっとゲートで探したいと思います。あ、よかったです、もうすぐそこですね。よかったよかった。ちょっとゲートがねあの決まってなくて早めに出てきましたけど、まあでもね結構広めなんで、うん、ちょっとね私は結構ビビリ症なんで早めに来ましたけども、よかったです。 B15 ゲートで、はい、到着しました。まだ誰もいらっしゃらないですね。はい、B15 ゲート到着しました。ちょっとちっちゃくて見づらいかもしれないですけども大丈夫ですね。 SN2095 便ということで間違いなく合ってますね。ということで、先ほどの伝言掲示板だともうね搭乗開始になるみたいなんですけど、まああのブリュッセル航空のねあの人も全然いないんで、これはあれかもしれないですね。前回同様またディレイかもしれないですね。まあ、ひとまずここら辺で待っていたいと思います。このゲートのねそばはねあの飛行機は結構バッチリ見える場所で、そこにね、ブリュッセル航空の飛行機も止まってますね。今日乗る機体はあちらです。多分先ほどとね一緒だと思うんですけども、どうでしょうか。隣にはですね、フリーバードっていう航空会社ですかね。ちょっと私はどこの航空会社か全然わかんないですけども、いやーたくさんの航空会社ね。あともう一つこっちにも航空会社飛行機止まっておりますけども、全然見たこともない航空会社ですね。その奥はエミレーツですね。はい、ということでここら辺で待ちたいと思います。アメリカンエクスプレスの広告はめっちゃデカデカとありますね。書いてある文字は人生にはこれがいるですね。では搭乗開始しましたので搭乗していきたいと思います。どういう感じなんだろうな。今回も特にサイレンスゴールドの優先搭乗みたいなのはなさそうですね。ちょっと行ってみましょうかね。はい、Are you vlogging? Vlogger, yes. Thank you. それはね無事搭乗できそうですね。なんかあんまりスタイランスゴールドの優先搭乗とかなさそうですね。かといってなんか皆さんねそんなにあのガツガツね来ないんで、ちょっとよくわかんないな。もうちょっとあの待ってる人からするとあのダダッとね並んでも良さそうな気がするんですけど、全然並ばないところを見るともしかしたらあれだったのかもしれないですね。スタイランスゴールドであれだあの早く入れたのかもしれないですね。ちょっとここら辺はよくわかんない。はい、ということでロンドンに行きます。ハロー、サーということで無事ね搭乗することができました。飛行機はね先ほどと一緒です。はい、エアバス、319-100、エアバス320-200、まあ多分先ほども言いましたけどエアバス320の方だと思います。今回ね座席は 13A ということで、こちらね先ほどねブリュッセルの空港で座席チェンジさせてもらって窓側に変更させていただきました。まだ搭乗してますけども、こちらもね先ほどと一緒でそんなに搭乗率高くなさそうですね。うん、今ね私の並んでるところは3人席で、
33の座席配列なんですけど、3人ともね座ってる状態ですけども、ここはもうガラガラっぽいですね。あんまり搭乗率はね高くない路線なのかもしれないですね。まあ、ひとまず今ね搭乗したばかりなので、もうしばらく待ちたいと思います。奥にねカタール航空の飛行機、あれは777ですかね。ちょっとねお尻までが見えないんで何とも言い難いですけど、多分そうだと思います。ではひとまず飛行機動くまでもうしばらく待ちたいと思います。まあ、このねブリュッセルから、ロンドン路線もね、こちらも、まあ、時差があるんですけども1時間ぐらいのフライトということで、ここもねめちゃくちゃ短距離っていった形になります。多分ね機内食等々もないと思いますね。飲み物すらないと思います。ということでもうしばらく飛行機動くまで待ちたいと思います。一応ねシート見ておきましょうか。モニターは先ほどと同様になしですね。入っているものはこちらね、エキチケット袋は入ってないんですけども、まあ、それ以外はね入っているものは同じですね。はい、でテーブルがあって、シートピッチはねさっきと本当に同じですね。結構余裕があります。はい、全然窮屈感はないですね。はい、こういった形になります。 USB ポートとかコンセントとかは一切ないですね。ということでもうしばらく飛行機動くまで待ちましょう。So this Airbus A320 with destination London Heathrow. Our captain Mr. Delano estimates a flight time of 45 minutes. My name is Yuriko Bart. I'm your person on behalf of the entire process airline. See, we do wish you a very enjoyable flight. ヒースロー空港に到着いたしました。いやー良かったです。で入国に関してはですね本当にすぐ終わって、こんな簡単になんだっていうぐらい早く終わったんですけども、スーツケースがね全然出てこなくて結局ね1時間くらいかかりました。まあ無事出てきたんでね良かったんですけども、
ニュース見られた方ね多いかと思うんですけども、このロンドンヒースロー空港っていうのは一度ねシステム障害かなんかでロストバゲージがねめちゃくちゃ起きたんですよね。だからめちゃくちゃビビってたんですけども、まあ、無事ね今回ねチェックインカウンターでブリュッセル航空で入れてるんでタグもねちゃんとつけていただいてたんですけども、いやねなかなか出てこなくて、で最初ね見てたら全然私の便の4便前ぐらいからずっと流れてて、これなかなか出てこないなみたいな感じでベンチに座っておりました。ということで今回のはねここで一旦区切らせていただいて、次はねロンドン滞在期と言いたいところなんですけども、ロンドンもね大していないっていう風になりますんで、まあロンドン立ち寄る的な感じでね動画楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回のはねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。